全部それは大進くんに言わせようとしてるんです。全部言わせようとしてるんです。言わせようとしてるんです。そこがちょっとずるいなっていうポイントなんですけど。皆さんこんにちは、チルチル商業 BL レビューサイトチルチル社長のひろしです。記者のアプリコットです。宝のビードロ、はい、3話から7話までいきなり一気解説みたいな。ちょっと7話がドキドキだったので、お、はい、3話から7話でもあの見どころポイントをですね、アプリコットさんにお話ししていただきたいと思うんですけども。はい、宝のビードローといえば純粋バイオ純粋バイオ、はい、はい、田舎っ子の大進くんと、はい、そんな大進くんのことを気にかけてくれてるのかなみたいな、ちょっとぶっきらぼうな宝先輩のやり取りが、はい、の中でちょっと愛が育まれていくみたいなのがちょっと素敵じゃないですか。大進くんがピュアなせいでその好意になかなか気づけなくてやきもきするみたいなくだりがめちゃくちゃ可愛かったんですけど、ほうほうほう、はい、やっぱ3話でちょっと大進があの危ないおじさまに絡まれてるところおじさまって全然危なくなかったんでしょあれ。いや、でも帰ってくれたんですけど、ちょっとストーカーじみた、はい、あのおじさんにちょっと絡まれてたところを、まあ、助けてくれるんですけど、そこでもやっぱり大進くんがちょっと人のことを信じちゃうから、はい、はい、危ない目に、なんだろう、信じすぎちゃうあまりもう何も危険なこととか分かってないから、はい、すごいすんなり人のことを信じちゃうんですけど、そこでまあ宝先輩がいろいろ助けてくれて、ハグみたいなところがあるんですよ。その助けに来てくれた先輩に対して、はい、もう駆け寄って顔をうずめちゃうみたいな、あたりに全部ぞっこいよみたいな形で私を守ってみたいな、そんな感じなんですか。いや、なんかもう本当にもう頼る、真っ先に頼るのが宝先輩になってて、大進くんの中で、はい、危ない人がいるってなったとしても、その誰よりも先に連絡するのが宝先輩で、はい、宝先輩もそれで来てくれるっていうところで、本当に王子様なのかなみたいな。でもやっぱりその都会に出てきた田舎っ子の大進くんが、やっぱり宝先輩が結構憧れだから、宝先輩が基準になってるみたいなところがあって、はい、ずっと宝先輩のことを考えてるわけだから、でも好きって分かってないんですよまだ。だから宝先輩に言われたことそのまま受け取って、じゃあこれって何なんだろうって、うんってなっちゃってるところが、大進くんの方がちょっと鈍いんじゃないですかそれなんか鈍いんですよね本当に。推し活とかあるじゃないですか最近、はい、そのくだりもあって、なんか大進から宝先輩への気持ちって推しなのか何なのかっていうところを思い悩んで、まあ、そこでも宝先輩にもうそういうのやめろって言われて、まあ、じゃあこれって何なんだろうっていう風にまたなっていくんですけど、そういう感じなんですね。はい、やっぱり分かってないところがめっちゃ可愛いんですよ。推しってことはアイドルと一緒ってことなんですかそれ。でもアイドルと一緒なのかなみたいな感じで最初に思うんですけど、やっぱり違うって、なんか見てるだけで幸せとかなんかわけじゃないみたいな感じで推し活の先輩たちは言うけど、はいはい、でもやっぱり先輩のこともっと知りたいし近づきたいしって思ってるから、やっぱ推しじゃダメなんですよ、うん、確かにそうですね、はい、まあ宝先輩もやきもきしつつちょっと切れつつ見守ってるんですけど切れつつね、ちょっと切れつつ、はい、ちょっと切れつつ見守ってるんですけど、5、6話で一気に距離が近づくというか、5、6話で一気にどんなことが起こると距離が近づくってことになるんですか。やっぱり二人きりでトラブルに見舞われるっていうトラブルに見舞われただけで近づくんですかそれは。いや、なんかそこでやっぱり先輩の良さというか、はい、大進の良さもそうだし、先輩もやっぱり夏休みって BL 的距離近づきイベントじゃないですか。夏休みなの、はい、夏イベントってちょっと夏イベントっていいじゃないですか。確かにそうですね、はい、やっぱり花火とか、はい、夏休みっていうことでやっぱり大学で主に交流してた2人なんですけど、はいはいはい、まあ外で、はい、山以外の外で初めて、うんうん、やっぱり大学以外でもちょっと会えるっていうことになって、その花火大会で張り切る大進だったんですけど、うんうん、ちょっと迷子になっちゃって、うんうん、そこで迷子の男の子と出会って、うん、迎えに来てくれた宝先輩と一緒に男の子と面倒を見てあげたりとかするんですけど、うんうん、そこで宝先輩が好きなビー玉が出てきたりとか、やっぱビー玉ってそのタイトルにもなってるからすごいキーになってくるわけじゃないですか。でそれをちょっと眺める宝先輩のちょっと優しい顔とか、それでやっぱり先輩ってそのぶっきらぼうなんだけどめちゃくちゃ甘い人なんじゃないかみたいな、そういうキュンポイントとかが詰められてて、なんか
私が見る限りはすごくなんか好意をこうにじみ出てるような気がしたんですけど、いや、タクタイシン君のことどうしたいのみたいなぐらい、あの視聴者としてはすごく混乱状態のまま見てたんですけど、なんか好きなの、意語欲なの、何なのみたいな、そこにやっぱりこの高野先輩のお水を知るところだとは思うんですけど、まあ、タイシン君含め私たちもなんかちょっと泳がされてるなっていうところが、まあ、5、6話だったなと思いますね。で5話でおんぶシーンがあるんですよ、みんな大好きみんな大好きおんぶしてって言って、いや違う靴がちょっとずれちゃったから、はい、おんぶしてあげて花火会場まで運んであげるんですけど、でそこでタイシンくんがなんか先輩やっぱり優しいみたいな感じで言うんですけど、はい、いや果たしてそれはまあ優しい人ではあるんですけど、はい、やっぱりタイシン君だからなんじゃないかなみたいなところもあって多分なんか口には絶対に出さないけど、タカラ先輩の中でタイシン君ってすごく特別なかけがえのない存在になっているんじゃないかっていうところが徐々に伝わってきました。そんな普通靴ずれして歩けないって言っても頑張って歩けようで、ね、男の世界だと終わってしまうんですけれども、絶対ね、高田さん大臣くんのこと好きでしょそれ。好きとかもう甘やかし、無自覚甘やかしみたいなのが出てて、はい、なんかもう本当に気軽に頭撫でるし、もうなんかダダ漏れじゃないですか、ダダ漏れ、すごい身長差も可愛いですし、なんかもうことあるごとに頭撫でたりすっごい見つめて微笑んだりとかしてるからなんか本当に泳がされてましたね、ずっと好きなのみたいなでもなかなか自分の行為に気づかないタイシン君もそうですし、タイシン君の方に気づかせようとしてる宝先輩もなかなか囲い込んでるなって思いましたね囲い込んでるんだそれ。いやー、わかんないですけど、やっぱり気づかせたいわけですよ。ああ、気づかせたいってことね、はい、タイシン君の方から、はい、言わせたい、気づかせたいって思ってるからこそ7話です7話です7話の冒頭で、まあ、6話の最後でちょっとなんか高田先輩の家に行って、そこから思い悩んじゃったタイシン君がまあ知恵熱出して寝込んじゃうんですけど、その時に、まあ、上ごとのように、はい、どういう好きなんやろうみたいな感じで、はい、好きって言っちゃうんですよ。それ独り言じゃなくてつぶやくようになんかぼーっとぼんやりとしてたから言っちゃうんですけど、そこでまあ7話になって、はい、まあ、高野先輩からの追及が始まるわけですね。追及が始まる、詰められるんだ、はい、詰められましたねなんかね、意外と SM チックそんなわけはないですけど、そんなわけはないんですけど、はい、やっぱり高野先輩はもう逃さない、聞き逃さないから、はい、問いかけるんですけど、でその時に、まあ、タイシン君は冗談にせずはっきり先輩のこと好きですって告白するんですよ。するんだ。しました、告白しました。へ、まあ、これには高田先輩ご満悦ということで。ご満悦だ逆にびっくりされたりとかしないでご満悦なんですねいや、なんかやっと気づいたかみたいな顔されてましたよそうなんだ、はい、でそれでもタイシン君はやっぱりちょっと遠慮しいな感じの子だから、なんか冗談にしようとするんですよ、それを、はい、逃さないのが高田先輩ということですげえなんか性格悪い人みたいに、あの、いや違いますよ冗談にしようとするタイシン君を、はい、まあちょっと隣にこう呼んで座らせて、まあタイシン君それで泣いちゃうんですけど、泣いちゃうんだでもそこでなんか涙拭う手つきとかもやっぱり優しい、乱暴そうで優しいみたいな普通に涙なんか男を拭いませんよそんな。いやもうなんかこういう感じで拭ってあげてて、それもちょっとメロチックな感じでよかったんですけど、めちゃくちゃ優しすぎじゃないですかそれ。いやもう本当に優しいんですよ高田先輩は、タイシン君に、はい、タイシン君に高田先輩的にも気まずくなくて、タイシン君も嬉しいっていう方法があるじゃんっていう風になって、うん、やっぱり言わせたいというか、タイシン君がやっと自覚したから、うん、方法があるだろうっていう風に言って、付き合ってっていう言葉を引き出そうとするわけですね、タイシン君まだ追記が続くんですかそれ自覚したタイシン君がやっぱり自覚したから、ここで、はい、高田先輩も気まずくなりたくないというか、はい、好きだって言われたから、そのまま、はい、まあどう接したらいいかわからない後輩にするより、はい、関係にまあ白黒つけるじゃないですけど、一気にガバッとね、一気にガバッとなんか手放したくなかったんですよ多分、高田先輩的にも。そうそう、タイシン君を手放したくないから、はい、まあ、方法が
あるだろうってなって、でもそこで大進くん口ごもって付き合ってとか言えるわけって言うんですけど、全部それは大進くんに言わせようとしてるんです、全部言わせようとしてるんです、言わせようとしてるんです、そこがちょっとずるいなっていうポイントなんですけど、で言わせた後に、はい、まあそこで押し倒しまして、はい、キスシーンございました、やった。なんか一連の儀式なんですかそれは。いや全部言わせてね、なんか全部言わせてましたね、はい、好きっていうのも大進くんが自覚するまで待ってたし、はいはい、自覚したらもう付き合ってて本人から言ってもらうしみたいな感じで、ずっと大進くん、まあ、それも優しさなんだと思います、その大進くんが気づくまで自覚するまで待っててあげる、引き出してあげるっていう、はいはい、そこもまあ優しさとずるさがあるポイントだなって思うんですけど、そのね、今で言うなんかコーチングみたいな、相手に気づかせるビジネスで使うようなそういうこうテクニックですね。やっぱテクニシャンなんですよ宝先輩は。あ、まあ、それで、ね、気づかせた後に付き合うことになるんですね2人なるんだ、はい、でも宝先輩は大志のことが好きというわけではないようで、はい、おそれずるいよね。そうなんですよね、だからその宝先輩が大臣のことを、はい、まあ、これからどう好きになって、どうこの2人は距離が縮まって進展していくのかっていうところが描かれておりました。そうですね、徐々にデートとかして、うん、なんか幸せな時間を過ごしてはいるんですけど、やっぱりちょっと大臣の中にも自分は釣り合ってないんじゃないかっていう思いがあったりとか、宝先輩の中にもちょっと家庭環境のわだかまりというか、なんかお母さんとの関係がちょっと悪いみたいなところがあって、あ、はいはい、まあ、自分も母親に似てるんじゃないかみたいな。母親をあんまり心よく思ってないんですか。そうですね、母親を心よく思ってなくて、そのビー玉とかも好きなんですけど、うん、それをビー玉が好きなことを母親に否定されちゃったっていうちょっと過去とかもあったりして、はい、まあ、やっぱりそこにわだかまりがあって、うん、大進くんがどうほどいていくかとか、それを乗り越えて2人はどう好きっていう気持ちがちゃんと両思いになるかっていうところがやっぱり今後の、いやもう両思いになってるじゃないですか、両思いなんですけど、両思いなんですけど、宝先輩は祝ってくれないから好きだってそれを逆からの儀式もまたしないとお互い両思いっていう風にはならないですねそうですね、なんか難しいですね。宝先輩絶対大進くんのことうんみたいな、やっぱりまだ我々踊らされてる状況なので、でも気持ち通じ合ってるじゃないですかもういやそうだと思うんですけど、やっぱりなんかまだちょっと分かんないなっていう。そうです、はい、なので、あ、うん、まあ完璧な 100% 両思いになるまで、はい、まあ、大進くんがどう頑張るのか、宝先輩がどうなっていくのかっていうところを今後見ていきたいですね。はい、ドラマ宝のビードルはレミノにて見放題独占配信がされておりまして、うん、TVer でも見逃し配信されていたり、はいはい、しますので、はい、ぜひぜひあの逃してしまった方はもうレミノさんに急げということで、はい、では見れますのでぜひぜひチェックしてみてください。はい、はい、それでは宝先輩と大進くんの恋模様これからも見守っていきましょう。それではバイチルー。